皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2021年公開の、レゴスターウォーズ、恐怖のハロウィーン。現代、レゴスターウォーズ、テレファイビングテールズ。監督はケン・カニンガム。脚本はデビッド・シェイン。主な声の出演は、ジェイク・グリーン、トニー・ヘイル、ダナ・スナイダー、など。ポー・ダメロンと相棒の BB-8 は、シスの拠点だった火山惑星ムスタファーに不時着する。故障した X ウィングの修理を待つ間、ポーたちはダース・ベイダーの使用人だったバニーから、ダース・ベイダー、ダース・モール、カイロ・レンにまつわる不気味な伝説を聞く。というストーリー。基本的には低年齢層向けの、気軽に見られるハロウィンをテーマとしたレゴ作品。ダークサイドに関係した3つの短編から構成されていて、内容は実はハロウィンとあまり関係ない。レゴなので全く怖くないが、コアなスターウォーズファンなら、パロディが効いていてそれなりに笑える。特に2つ目に語られるカイロ・レンの誕生秘話が、ちゃんとコミックで描かれた話にのっとっていたのは意外。ということで、評価は。Thumbs up!